さんの後めっちゃやりにくいです、もうトイレ行ってもろてもいいし、ね、ちょっとあの眠たい方は寝といていただいたらいいんですけども、私たちそんなこの場をパッと、ね、盛り上げるようなことできませんので、まあ、あの12年間10曲、踊ったんですけども、それをちょっとずつ皆さんと一緒に、あ、こんな衣装着てたなとか、こんな曲あったよねって思い出す時間にしてみたいかなと思いました。毎年1曲1曲歌詞にもものすごく思いを入れて、で衣装も本当にこだわり抜いて、作った作品なんですけれども、もうタンスの中に眠ったままになってました。それを少しこう虫干しのつもりで、ちょっと皆さんに見ていただいたらなと思います。だから全然あの踊りも曲も知らない新しいメンバーなんかは、衣装の着方も教えてもらいながら、ほんの少しの時間ですけども、まあ、それぞれに頑張りましたので、ちょっと見てやってください。お願いいたします。はい、2012年チームを立ち上げたんですが、曲を作ってもらうお金も衣装を作ってもらうお金もなくって、私たちの最初の第一歩の曲はこの曲からでした。海よ、
作品の第2弾です。これを発表したのは2022年になりました。